きた起きた。おはよう。ん？どうしたの？何か不思議なことでもある？ん？あ、縛ってるの？ああ、手首のこと？ん？なんで？別に不思議じゃないよね。私が君を縛ってるなんて、そんなこと普通じゃない？今までだって、君のことを縛って縛って、縛り続けてきたのに、今さら縄で縛ったくらいで大げさすぎない？むしろ、逆に今までやってこなかった方がおかしいくらいだよ。君の生活、ずっと私がついてて、ほとんど私がいなかったことなんてなかったじゃない。管理し続けてきたっていうのに、まだわかってない？あららら、そこまでかわいそうだったんだね。私がいくら愛してあげても、いくら囁いても、気づけないんだね。君は気づいてないだけで、何もおかしいことはないんだよ。君は私の部屋で私に縛られていることも、ここでずっと一生暮らしていくのも、これからずっと君は私だけのものってこともね。嫌だ？まだわかってないんだ。もう君のことがかわいそうでかわいそうで仕方ないんだけど。どう教えてあげればいいのかわかんないよ。君はどうやったら私の愛を受け取ってくれるのかな？今までいろんなことしてあげたのに、それでもわかってくれないんだもんね。君が一緒にいて欲しそうな時は一緒にいてあげて。勉強とかわからないことがあったら、バカなお友達なんか近寄らせないで、一緒に勉強を教えてあげたり、いつまででも一緒に考えてあげたり。一人にしてほしいって言った時は、ちゃんと盗聴器だけ残して一人にしてあげてたよね。難しすぎるよ。そうだ。こんな時は、君に聞けばいいんだよね。ん？だったら話せって？違うよ。聞くのは君の体に、だってば。今までだって、私の愛を受け取れてないわけじゃないんだもんね。君の体はきっと理解してくれてるから、こうやって縛られてるけど、君の意識は理解してないから、そうやってひどいこと言うんだもんね。わかるよ、君の体の気持ち。でも、今まで君の体にも聞いたことはないから、今から試すね。今から縄をほどいてあげるから、30秒でお部屋から出たら、悲しいけど君を解放してあげる。でも君の体はまだお眠かもしれないから、しっかり目を覚まさせてあげる。はーい、ここにありますのはスタンガン。これから5秒しっかり当てて、君の体にしっかり起きてもらうね。それで30秒以内に君のお部屋から出れたらいいよ。簡単でしょ？はいはい、君の意識には聞いてないからね。かわいそうな君の体、幼馴染の私がこんなに愛してるのに、君の意識が違うっていうか、きっと悲しんでるよ。だから30秒経ってもまだいたら、君の意識はしっかり直してあげるね。大丈夫。今までだって君が大変だった時は二人で乗り越えてきたんだから。これからもずっと、
乗り越えていけるよ。じゃあ、行くよじゃあ、縄を外して、はい、スタート！ 30、29、28、27、26、25 全然動く気配ないじゃん。うねうねしちゃって、かわいい。君の体はこんなに部屋から出るの嫌がってるのに。後で君の体の分までお仕置きしてあげなくちゃね。じゃあ続き。24、23、22、21、20! 床なんて張って、綺麗にしてるけど、そんな這いずったら汚くなっちゃうよ。ほーら、君の体は本当に嫌がってるんだよ。出たくないよ。幼馴染と一緒にいたいよって。聞こえないのかな？わからないのかな？さっきまで冗談で言ってたんじゃないんだね。本当にかわいそう。そんな調子じゃ君の体が勝っちゃうね。ことしたらダメなんだよ。じゃあ最後の10秒数えるね。9、8、7、6、5、4。ほら、全然遠い。ドアまで指も届いてないじゃん。ほら、認めようね。3、2、1、0。はい、私と君の体の勝ち。はい、じゃあベッドに戻ろうね。よかった、嬉しいな。わかってたよ、君が負けてくれるの。これで君は完全に私のもの。ああ、だけどまずは負けた子に罰ゲームからやらないとね。素直になれない、好きな女の子をいじめちゃうような悪い男の子は厳しく調教してあげるね。